今日キャッチャーは岡田です。ファームでずっと組んでる中、岡田も言ってましたけども、小石さんと組むときは自分の思いも本当にぶつけることができる。岡田からしますと、小石さんとのコンビっていうのは本当に自分の中のイメージも作れる、で言いたいこともしっかりと僕も伝えることができる相手っていう話をしていました。ちょっとこれ痛んでますね。ですね。ガードはしてるんですが、そのわずか下ですかね、ガードのついてないところに当たった感じです ね。足の甲から足首にかけての部分でしょうか。あ、かなり痛そうです。今シーズンはライオンズ の三崎がね、自打球で骨折をするという、で結構長くかかりましたんで、いや本当当たり度合いなんですよ ね。本当にこのいくら強く当たってもね、選手もやはり強いんで、はい、ケロッとした時もありますけど、もう本当にねどうしようもない時はありますからね、心配ですねこれね。ガードの下です ね。ガードのないところ、一旦これベンチに下がって手当てをします。なかなかちょっとしっかり足踏みをできない状況、それぐらいの痛みを覚えています。こういう時は土井さん、やっぱスプレーの処理になるのか、それともテーピングになるのか、難しいですね。まあ、そうですね、ちょっとこう特にね今骨にね、はい、当たってる感じですからね。今手当てを行っております。ファイターズにとってもこのクライマックスシリーズを見据えて、栗山監督一戦必勝、まあ、順位は3位といえども、やはりこれから先のことを考えるとね、ですね、とにかく3位で、ね、最低出るのはファイターズとしてはもうね、はい、最低のことなんですが、それ以上にいい戦いをしてクライマックスに、ね、臨みたいというのはファイターズ思ってますよね、常にね。そうですね。その中で怪我人は一番出したくないですよね。こちらにベテランの稲葉が今姿が見えます。まあ、稲葉もかつてはね、この外野手一角として素晴らしいプレイヤーでしたもんね。ですよね。もうねファイターズ、私ヤクルトの時から知ってるんですが、そうですよね、何回か対戦してるんですが、まあその時からもう本当にね偉大な選手ですね。ね、本当に偉大な選手です。42歳のシーズンです。そうか、土井さんはそうすると対戦するチャンスは本当にあったんですね。はい、ヤクルトの時、私がちょうど横浜行った時に、はい、何回か、対戦したことありましたね。バットスイングも早いですしね、土井さん、ね、やっぱマウンドから見てると嫌でしょ。いや、いやですね、やはり穴がない選手でしたんで、まあ、特にでもファイターズに行ってからさらにちょっとこう、ピッチャーからしたら嫌さがすごい、ね、増えたかなという素晴らしい選手ですよね。難しいですかね。まあ、今は無理をさせるというよりもちょっと大事を取った方がいい可能性もありますかね。可能性はね、そういう考えもありますよね。やってますよこの2人が。一人出番です ね。この2人は外野を組んでました。まあ、レフト森本ひちょり、センター新庄、ライト稲葉というね強力な外野陣でした。あ、出てきました。痛みをこらえて容態感が出てきました。触れますかね、大丈夫ですかね。どうですかね。まあ、今カットボールで、はい、カットボールというかスライダーなんですか、小石でいうボールで今当たったんですが、うん、まあ、そのボールをいかにね活かせるかですよね、ライオンズバッテリーはね。